行くぜ。ねえぞ。大体よ、鉄砲使うなんて卑怯千万だ。そうでそうだ。おう姉ちゃん、酒だ酒。でもよ、あの穴があんだけ強いってことだ、やつはもっと。ケッ、何が天下の大賞金組地獄極楽丸様だ。名前からしてふざけた野郎だぞ。たぶん七本の刀を操るったって人間様二本しか腕がねえんだ。俺たち五人の賞金稼ぎにかかりゃ赤子も当然よ。赤子にやられるようじゃおしめえだな。オードリア、今なんつったと。いやあ、なんだ。うるせえんだよおめえら。起き上がれ、ぶっ殺してやる。俺様を誰だと思ってやがる。おいぞ。へい、七本の刀、てめえはまさか。おめえらごときに7本はもったいねえ。お望み通り2本にしといてやら。なめやがって。しまいまして、御恩竜の話をさせていただきましたところ、大喜びで行かれましたです。はい。黄金竜だ、ヨタの話かましやがって。噂っすよ噂。長崎の町じゃその話で持ちきりで。おいぞ、へい、先長崎へ行って調べてくれ。やってんでさ。てめえな。はいはいはい。ここの団子は天下一品だ。おごるぜ。あばよ。とどめ刺されるかと思った。泣くなよ棟梁。賞金稼ぎもうやめようぜ。うん。
おゆり、ずいぶん遅かったじゃないか。何やってたんだい。面白い話仕入れてきたぜ。奇遇だね。あたいも面白い話聞いたんだけどさ。あんな、おう、どうだった。マカオから来た南蛮人が連れてきただの。陰陽師が天から呼び寄せて倒幕に使ってるだの。もうむちゃくちゃな話ばっかりです。ち、もう知ってたのか。浮世離れした話だが、火のねえところに煙は立たぬ。で、どの辺に出るんだ。地獄極楽丸とその一味、神妙にお名前につけい。つけられたね、トギゾー。足っすか。ちょうどいい。訪ねていく手間が省けるってもんだ。旦那、新しい武器を。遅かったじゃないか。旦那、新しい武器が。
ぶっ